はい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 、皆さんこんにちは、ガミです。今回この動画は急増中の新型車両 JR 東日本 E131系ということでやっていきたいと思います。2022年3月のダイヤ改正で宇都宮地区に新しく E131系が導入されました。 E131系自体は昨年のダイヤ改正で初めてデビューした車両なんですけど、それからたった1年ですでに3つの路線に E131系は導入されています。まさに引っ張りだこな車両ということなんですけど、なぜ E131系はこんなにもたくさんの路線で活躍しているのでしょうか。今回はその理由について考えてみたいと思います。まずは E131系とはどのような路線に導入されているのか解説します。E131系は2021年3月にデビューした JR 東日本の直流一般型電車です。最初にデビューしたのは房総地区です。房総地区で導入された E131系は主に内房線外房線の木更津から阿波鴨川を経由して上総一宮間のほか、成田線や鹿島線で活躍しています。主に房総の末端区間で活躍しているのが特徴ですね。房総地区で活躍している E131系はそれまで活躍していた209系を置き換えています。次に E131系が導入されたのは茅ヶ崎から橋本を走る相模線です。相模線の E131系は2021年11月にデビューして、今年3月のダイヤ改正でそれまで活躍していた相模線の205系を全て置き換える予定です。先に導入された房総地区の E131系にはボックスシートがありましたが、相模線の E131系は全てがロングシートの構造になっていて、 E131系は路線に合わせた車内空間を設けているのが特徴です。そして3番目に E131系が導入されたのが宇都宮線日光線の宇都宮地区です。3月のダイヤ改正で導入されて、それと同時にそれまで活躍していた同線の205系を全て置き換えます。現段階では日光線宇都宮線の E131系がこれが最新の車両ということになりますね。怒涛の勢いでこの1年の間に3つのエリアにもわたって E131系が導入されたのわけなのですが、 E131系は特にローカル線での導入が進んでいます。なぜそんなに E131系の需要は高いのでしょうか。 E131系の特徴とともにその理由を考えてみたいと思います。 E131系の特徴の1点目はフレキシブルに車両の両数を変えられることです。房総地区の E131系は2両編成、宇都宮地区は3両編成、相模線は4両編成ということで、一口に E131系といってもいろんな両数のパターンが存在します。 E131系は主にローカル線を中心に投入が進んでいますが、例えば今回導入された宇都宮地区の E131系は日中時間帯は3両編成で走行して、朝夕のラッシュ時間帯は2編成つなげて6両編成にすることも可能です。なので E131系は車両の両数や路線や需要に応じて幾分にも柔軟に車両の両数を変えられるというのが大きな特徴です。 E131系の特徴の2つ目はワンマン運転が可能だということです。これは非常に大きなポイントです。現在 JR 東日本では首都圏の主要路線を含めてワンマン運転化を進めています。やはり人件費削減というのが大きな狙いだとは思いますけど、首都圏の大動脈である山手線でも自動列車運転装置、これを ATO と呼びますが、これを導入して将来的には運転士資格を持たない乗務員だけが列車に乗り込むドライバレス運転の実現に向け開発を進めています。もちろんローカル線もワンマン運転化の例外ではありません。これまで E131系が置き換えてきた205系や209系といった車両はワンマン化に非対応だったため、それらを払拭すべく E131系が多くの路線で導入されているということになりますね。 E131系はワンマン運転に対応するため車両側面に乗降確認カメラがどの線区の車両にも搭載されています。
さらに JR 東日本には直流区間のローカル線が多く存在しているっていうのも E131系大量導入にこれ拍車をかけていると言えるでしょうね。まさに需要と供給が完全に一致した新型車両、これが E131系と言えますね。他にも国鉄の古い車両が使われていて通満運転を行っている JR 東日本の路線というのはまだまだいくつかあります。例えば高崎から横川の信越本線とか、あとはまあ両毛線、中央本線とかもまあそれに当たりますよね。これらの路線の車両を、まあ、他の路線からの中古の電車で置き換えるのか新車で置き換えるのかっていうのは、まあ、まだわからないですけど、 E131系が導入されるっていう可能性も十分にありますよね。今後どういう路線に E131系が導入されるのか、その動向に目が離せません。さて、せっかくなのでこの春からデビューした宇都宮地区の E131系に乗っていくことにしましょう。一体どんな車両になっているのか楽しみです。まずは E131系の前面から見ていきましょう。 E131系は全ての線区の車両に通じて言えるのが、この車両の前面に水玉模様がデザインされているという点です。最初に E131系が導入された房総地区の車両は海の水しぶきをイメージして水玉模様にしたということでした。相模線の E131系もまあ水玉模様になっていますが、こちらもまあ茅ヶ崎が海辺を走っているので水しぶきなイメージはまあ車両にはありますけど、宇都宮地区っていうとこれはもう完全に海とは関係ない地域になりますので、この水玉模様は一体何をイメージしたものなのかとても気になるところです。宇都宮地区で導入される E131系は日光線の全区間と宇都宮線の小山から黒磯間で運用されています。それまで活躍していた205系は日光線が茶色、東北本線が湘南色ということでカラーリングが分けられていたんですけど、新型の E131系は日光線の方にカラーリングが統一された形になっていますね。車内の様子を見ていきましょう。宇都宮地区の E131系は全てロングシートの座席になっています。先代の205系も、まあ、全てロングシートだったのでそれを順当に受け継いだという形にはなっていますが、まあでも乗り鉄的にはやっぱりクロスシートが欲しかったなといったところですね。 E131系はドア上に17インチの液晶ディスプレイが搭載されています。他の鉄道会社を見てみると地方路線向けの新型車両は液晶ディスプレイを搭載していない車両とかも結構多い中、 E131系はそこもちゃんと抜け目なく搭載してるっていうのはこれは好感が持てますね。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は宇都宮線宇都宮行きワンマンカーです。この先、那須塩原、西那須の野崎、矢板、片岡、鎌塚、宇治家、宝石寺、岡本、終点宇都宮に停車いたします。個人的にこの E131系という車両は、系統分離の象徴とも言える車両だと考えています。今回のダイヤ改正はとある駅を境に使用されている車両が完全に分けられる系統分離を推し進めているのが印象的です。例えば昨日動画でご紹介した磐越西線も会津若松駅を境に電車か機動車かで使用される車両が完全に分けられているので明確な系統分離が行われています。E131系が導入された線区についてもそれが明確に言うことができます。房総地区はまだ完全な系統分離とまではいきませんが、木更津駅と上総一宮駅で系統分離が図られていて、相模線においても橋本駅で系統分離がなされています。宇都宮地区も同じですよね。基本的には宇都宮駅を境に南は15両の E231系が走っていて、北は3両の E131系が使用されているということで系統が分かれています。
まあ、おそらく今後 JR 東日本では、まあ、このような系統分離が他路線にももっと明白に波及していくものだと考えられますので、いい地裁地形はそれに大きく一役買った、まさに新時代のローカル線車両という感じですね。以上、宇都宮地区のいい地裁地形に関する動画でした。会津若松の動画は昨日アップしておりますので、まだ見てない方はぜひそちらの動画もご覧ください。それ以外にも僕のチャンネルではダイヤ改正にまつわる様々な動画をアップしておりますので、そちらもまだ見ていない方はぜひご覧いただけると幸いです。それではこの動画はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。